藤原真は、日本の陸上競技長距離走、マラソン元選手、現指導者。現役時代の所属は、JR 東日本フリーレモシステムフリー、ミキハウスフリーアッキレス。男子マラソンの主な実績に、2012年ロンドンオリンピック2009年世界、陸上ベルリン大会各日本代表、2008年2010年2012年、東京マラソン男子の部、 各2位、2015年豊富読売マラソン優勝など、長崎県諫早市出身。1997年3月、諫早林立ごと海中学校卒業。1997年4月、長崎県の駅伝競合校である、県立諫早高等学校に入学し、陸上競技部に入部するも、高校在学中に、全国高校駅伝競争大会への出場は一度も、 果たせなかった。諫早高校卒業後の2000年4月、拓殖大学小学部に入学。拓殖大時代も陸上競技部に所属し、箱根駅伝には第77回と第79回の2回出場している。なお、同陸上部の1年後輩には、くしくも後下オリンピック、日本代表へ2人ともに選出される中本健太郎が所属していた。 2004年3月、拓殖大学を卒業。2004年4月、同じ拓殖大陸上部所属だった高田千春らと共に、東日本旅客鉄道に入社。八王子支社総務部総務課に勤務しながら、前年創設されたばかりの JR 東日本、ランニングチームに所属し、競技活動を行う。五千メートル走、一万メートル走などで実績を積むと、共に、 全日本実業団対抗駅伝には、チーム初出場の第49回大会で一区を任され、その後、エース区間に起用されるなどの活躍を見せる。2007年3月4日の第62回日は小毎日マラソンが、初マラソン。しかしこの時はレース中に、腹板と足の豆に悩まされて、2時間38分37秒の85位と、感想がやっとであった。 2008年2月17日の東京マラソン2008の選考会の部に一般参加で2回目のマラソン出場。この時はフルマラソン記録での参加資格を満たさずハーフマラソンの記録でなんとか参加資格を得たが本人曰くとにかく先頭についていけるところまで行こうと思ったというレース運びで食らいつく。レース終盤で ふくらはぎがけいするアクシデントに何度も見舞われながら、優勝したビクトル・ロスリンに次ぐ、日本人トップの第2位でフィニッシュ。自己記録を約30分も更新する、2時間8分40秒のタイムをマークし、一躍、北京オリンピックの代表候補に名乗り出た。結果的に、世界陸上大阪大会男子マラソンで5位、入賞した、小達義と3番目の争いに惜しくも敗れ、 補欠での選出となりオリンピック出場はならなかった。シカゴマラソン出場を経て、2008年12月7日の第62回福岡国際マラソンに出場。チェガエけべで入選便に次ぐ3位に入った。この記録が2度目のサブ点だったことが評価され、2009年の世界陸上ベルリン大会男子マラソン代表後、選手の一人に初めて選出された。 本大会では、序盤は上位集団に食らいつくも、レース中盤以降で大幅にペースダウンしてしまい、61位の惨敗に終わった。2010年2月の東京マラソン2 0 1 2出場。藤原正和との藤原対決に敗れはしたが、2年ぶり2度目の2位で、フィニッシュ。同年3月31日をもって、JR 東日本ランニングチームを、退部、フリーとなる。 同年5月のオタワマラソンに出場。残り 1km 付近でスパートをかけて抜け出し、そのまま先頭でフィニッシュ。自身念願のマラソン初優勝を大会新記録、コースレコードで飾った。その後、2010年7月1日付で健康食品の製造・販売事業を展開するレモシステムとのスポンサー契約を結ぶ。2011年10月、 7歳年上の一般女性と結婚。妻は富山県の産婦人会士。同年末、第一子が誕生したことをきっかけに富山県富山市に住民登録を行う。同年10月31日付で諸事情によりでもシステムとの契約を中途解除。東京陸上競技協会所属として国立スポーツ科学センターを拠点に、 五校拓職大学陸上競技部の練習に参加していた。2012年2月5日の香川、丸亀国際ハーフマラソン男子の部では、総合6位、日本人で2着の5位1時間で1分31秒、ながらも1時間01分34秒の自己記録をマークした。同年2月26日、ロンドンオリンピックへの切符をかけ、10度目のマラソンとなる、 東京マラソン2012に出場。レース中盤から徐々にペースを上げ、日本男子トップ争いの先頭に立ち、終盤で全世界記録保持者のハイレ・ゲブレシラシエを抜き、2時間7分48秒の自己ベスト記録で2位でゴールインした。この成績により、同年3月12日にロンドン五輪男子マラソン、日本代表に正式選出され、3月17日には、 日本陸上競技連盟指定選手となった。なお3月31日には、ロンドン五輪代表選考に落選した、日本最速市民ランナーの川内祐希と共に、荒川の土手で合同トレーニングを披露していた。ロンドン五輪男子マラソン、日本代表選出後の2012年4月9日、自身のマネジメント会社となる、株式会社、藤原信を設立。動画共有サイト、 ニコニコ動画を通じて、個人スポンサーを募り、最終的1 0 5 0万円の活動資金を得る。5月9日には、ミキハウスと所属契約を締結。契約期間は2012年5月から2013年4月までの1年間。その傍らで、藤原は自ら、プロランナーの肩書きで、マラソンオリンピック関連のマスメディアへ、ゲスト出演などでも活動。 た多,多数のスポンサーから多くの資金を集めるも、この行動に対し一部のタブロイド誌などでは、五輪本番で結果を出さないと引っ込みがつかなくなるのでは、実業団や陸連は内心では心よく思っていない、はず等と、藤原の姿勢を揶揄したり疑問視する者がいた。同年6月29日に、ロンドン五輪本番に向けて、公式応援歌クーが、 新たなる道へお自身がファンだというピアノジャックによって作成された。2012年8月12日に行われたロンドン五輪男子マラソン本番では3 0トル過ぎあたりまでは8位以内の入賞を狙える好位置についていた。だが、それまでのペースの上げ下げでスタミナ切れ、ガス欠状態を引き起こし、 さらに3 2トル付近で両足ふくらはぎを痙攣させるアクシデントも響き、またしてもレース終盤で極端に大きく失速してしまう。なんとか感想こそはしたものの、結局日本人再開の45位に終わった。ロンドン五輪の惨敗から3ヶ月半後の12月2日の第66回福岡国際マラソンに急遽エントリー。キロメートル過ぎで再び上。 ふくらはぎがつる影響により、ペースダウン、日本人では堀端博之に次ぐ2着の4位に、甘んじた。翌2013年2月、香川丸亀国際ハーフマラソン及び東京マラソン2013に、出場予定だったが、同年1月のトレーニング中に、左太もも裏を痛めてしまい、両レースともに欠場となった。2013年9月15日、グレートノースランで、 福岡国際マラソン以来9ヶ月ぶりの公式レースに出場1時間2分44秒で日本男子トップの4位に同年9月29日の函館ハーフマラソン男子の部ではライバル川内祐希らと競り合う中残り 1.5km で後続を振り切り1時間4分19秒で同大会初優勝を果たした同年12月1日1年ぶりフル挑戦の 第67回福岡国際マラソンに再び、川内らと出場、レース前の記者会見では、藤原、川内の絶戦バトルが繰り広げられる。しかし 16km 付近で、戦闘集団から遅れ始めた後、20km 手前で歩いてしまい、再び走り出そうとするも 20km 過ぎの地点で、途中危険に終わった。 2014年2月23日の東京マラソン2014では、事前にインフルエンザによる練習不足が響き、2 7トル地点あたりで急激に失速。ゴール手前では、日本女子トップで7位の伊藤前にも追い抜かれるなど、結局76位の成績不振だった。同年5月11日の仙台国際ハーフマラソンでは、 川内祐希に遠く及ばず1時間5分42秒の19位、翌週5月18日の高橋直子廃議、不正流ハーフマラソンでも川内から大きく引き離され、1時間10分42秒の53位に終わった。同年7月6日のゴールドコーストマラソンも川内と共に出走したが、結果15位に止まった。2015年2月1日の香川、 丸亀国際ハーフマラソンは1時間3分46秒の57位、同年2月22日の東京マラソン2015も2 0トル過ぎで集団からズルズル交代し37位と依然レースで好結果を残せない状況が続いていた。一般参加で出場した同年8月30日開催の北海道マラソンではゴール手前までサイラス樹と激しく競り合う中、 ゴールタイムは2時間16分台ながら、自身5年ぶり2回目のマラソン優勝を達成した。続く11月1日の第1回富山マラソンでも、2時間17分台で、通算3回目の優勝を果たし、初代王者となった。さらに自身初出場の豊富読売マラソンでは、34km 付近で、自らロングスパートで2位の川内裕樹らを引き離し、 2時間11分台で通算4回目の優勝を達成、フルマラソン3連覇を成し遂げた。2016年2月7日、香川丸亀国際ハーフマラソン男子の部では、総合36位に止まったが、1時間02分57秒のゴールタイムで藤原曰く75点の出来と評価。同年8月開催のリオデジャネイロオリンピックへに、 大会連続五輪日本代表入りを目指し、2月28日の東京マラソン2016に出場。その東京マラソン本番は 29km 地点で、第2集団の先頭に立つ場面もあったが、35km 地点を過ぎた後で大失速し44位に終わってしまい、リオ五輪の男子マラソン代表は絶望となった。左膝の怪我などに苦しみ、満足に走れない日々が続く。 再起を期して、2017年2月26日の東京マラソン2017へ、地震道大会通算8回目の出走に、序盤から日本最高記録を上回るハイペースの戦闘集団についていかず自重したが、15km 付近を過ぎた後で早々とペースダウン、結局 20km 地点を超えたところで途中、危険に終わった。 同年4月16日開催の霞ヶ浦マラソンへ、ゲストランナーとして招待され、当初フルノブに出場予定だったが、同マラソン前日の前夜祭りで藤原枠、明日は半分まで走り、中間地点で皆さんを応援しますとのことで、結局ゴール完走はしなかった。2017年10月29日開催の第3回と山マラソンでは、幸運の悪条件ながらも、 藤原自身の持つ大会記録を33秒更新する2大会ぶり2度目の優勝を果たした。それから4週間後、同年11月26日の筑波マラソンでも2時間18分台ながら、東大会初優勝、自身マラソン通算6回目の優勝となる。12月17日開催の豊富読売マラソンへ2年ぶりにエントリーしていたが、故障再発により欠場を表明。 2018年9月、アキレスと開発アドバイザリーとして契約。2019年4月1日、鈴木浜松エシーが、藤原の長距離走男子ヘッドコーチ就任を発表。藤原はクラブを通じて、これまで培ってきたマラソンのノウハウを活かすとともに、学んでいく謙虚な姿勢を忘れず指導に当たりたいと、コメント。また、選手活動については、 自身の Facebook にて、当面のところ、プレイングコーチとして自らも競技者として続けていく、つもりですと記載するも、マスコミ陣営は、事実上の第一戦から引退と上がって報道された。翌2020年4月からは、2015年正月に開催された第91回箱根駅伝で、山登りの5区にて、当時の区間新記録を樹立。 青山学院大学としても箱根駅伝の総合初優勝に貢献した現プロランナー、神野大地のマラソン指導も担当している。藤原真のマラソン全成績は、甲府町の落差があまりにも大きく、藤原本人曰く野球で例えるなら、ホームランか三振かのパターンが延々続いていた。特に、レース後半以降で上位争いから脱落したら、完全に諦めて、 急失速してしまうケースが非常に多かった。東京マラソン2011の本番前、招待選手らの記者会見で、瀬古敏彦は直接藤原に対して、マラソンでは良い結果と悪い結果が交互に来るけど、それは一体なぜなのと質問。すると、藤原は20キロあたりで楽になる瞬間があります。それが来れば最後まで行けるが、来ないと、もう。 ゲームオーバーですねとその理由を回答する。その後、セコが呆れた口調で、藤原くん、その自分自身で決めつける考え方が悪いんだよ。今度一回飲んで俺が教えてやるからと指摘されると、当の藤原をはじめ周囲の報道陣らも思わず、失笑。セコの苦言に対して、藤原は、主欲のような、ありがたいお言葉です、と恐縮しきりだった。2015年は、 北海道、富山、豊富読売で、フルマラソン3大会連続優勝を達成、2017年は、富山、筑波とマラソン2大会連続で制覇。ただし、ゴールタイムはいずれも2時間10分未満の記録に至らず、結果的に、現役最後で、サブテをマークしたのは2012年の、福岡国際マラソンだった。ありがとうございます。